特徴からお届け、足立人図館。イエーイ。皆さんこんにちは。足立区でキラリと輝く活動をされる方を紹介する動画サイト、足立人図館。本日の案内人は東京未来大学2年の山本楓と申します。よろしくお願いします。そして本日のゲストの方は焼き小籠包希望の石黒隆です。よろしくお願いします。では早速聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではまず一番最初の本場で得たものとはなんですけども、はい、あのこちら確かあの中国の方に実際に行かれたり様々な国を巡っていたそうなんですけども、はい、やっぱ得たものとは何でしょうか。そうですね、本場で得たもの、あの小籠包を上海で、はい、あの勉強したんですけども、本場で得たものは今思い返すと大きく2つあるのかなっていうふうに、で1つはそのやっぱり焼き小籠包の作り方ですね。あのこの作り方を、まあ、勉強したくて、私はあの愛知県の出身なんですけども、はい、まず東京に来て、でもやっぱりこう大切なところはなかなか教えてもらうことができないっていうので、結局その中国上海に行って教えてもらったっていう、今の私たちが作ってるその小籠包の一番基本ですね、大元になる作り方を教えてもらったっていうのが一つですね、はい、あともう一つはやっぱりそのそれを教えてもらうのもこう人なので、その中国の方なんですけども、おじいちゃんなんですけども、やっぱりあのそういう人との出会いというか、あの本当はこうなかなか教えてもらえないようなことを、若い自分に教えてくれたっていう、やっぱりこの何て言うんですかね、重たい気持ちというか、こうあの高い志を持って小籠包を作っていきたいなっていうふうにこうやっぱりこう思えるような人との出会いっていうのが、あの、まあ、中国上海で得たものかなっていう。すごいですね。いやもう周りの方とっても、もう温かそうなイメージが伝わってきました。ありがとうございます。じゃあ早速2問目の方はお聞きしたいと思います、はい、あのお店の今に関してなんですけども、今はどのような活動の方をされていますか。今はですね、はい、あのまあ、お持ち帰りのみの焼き小籠包と餃子を店舗では販売してまして、はい、それとあと通信販売で、あのお店で作った冷凍の焼き小籠包と餃子を全国に届けています。で今そのまあ、私が今33歳なんですけども、まあ、同い年ぐらいの若い仲間たちと、今は5人か5人で一緒に作ってます、はい、であの私たちがその大切にしていることが、まあ、美味しい焼き小籠包餃子っていうのはもちろんなんですけども、やっぱりその食べてくれた方がこうなんですかね、こうやっぱり体はこう食べ物でできるので、その体も元気になるようにっていうので、こうなるべくこう、まあ、野菜だったらこう農薬をなるべく使ってない野菜とか、無農薬っていうのは難しいんですけども、あと豚肉であればあの北海道からあの直接そのあるっていうか、あのミルキーポークっていう、あの美味しい豚をこうちゃんと作ってる方たちがいるんですけども、その人のたちのところからこう直接あの送っていただいて、あのそれを私たち自分たちでこうひき肉にして味付けをしてっていうことをしています、はい、いやとても心がこもっていらっしゃいますね、うん、ありがとうございます。では2問目の方いきたいと思います、はい、ではあのこれから先なんですけども、はい、何かこう活動していきたいなとかありますか。はい、とこれから先なんですけども、はい、ちょっとさっき の, あのお店の今の話の続きになるんですけども、はい、やっぱりこう今以上に、うん、その使う材料だったりとかっていうのにもうちょっとこう深くこう突っ込んでいきたいというか、もっとこう野菜とかもじゃあどんな方が作ってて、どういうふうにここに届けられててっていう、その作ってる方の生産者の思いだったりとか気持ちだったりとか、そういうのをこう知って、あの私たちが作る小籠包にこう乗っけることができたらいいかなっていうふうに
思いますね。でそのやっぱり野菜もお肉も、まあ、何でもそうなんですけども、こう命をいただいて生きてるので、そういったこうことの本質的なところというか、そういったこともこうもっともっとそういった思いを私たちの作る小籠包とか餃子に乗っけて込めることができたらいいなと思いますね、はい、ありがとうございます、はい、いやもう小籠包一個一個にものすごい思いが詰まっているんですね。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、失礼します、はい、最後の質問を聞かせていただきたいと思います、はい、ではまあ、あ、すいません、あなたにとっての足立区とはなんですけども、はい、お願いします、はい、私たちは最初屋台で焼き小籠包屋さんを始めたんですね、はい、それが北千住なんですけども、やっぱその頃からも、まあ、今もなんですけども、はい、やっぱりこう足立区の人たちに育てていただいたっていう気持ちが強くあって、はい、そういうのも含めて、あと大好きな仲間たちも足立区にはいて、はい、なのでもうなんだろうな、家族のようなって言ったら変ですけども、はい、なんかうまく言えないんですけど、はい、そんなこう育ててもらった今も育ててもらってるところっていう感じがしますね。ありがとうございますいやもう本当に人情にあふれた方だなっていうのがとても伝わってきました。ありがとうございます、はい、では本日のゲストは焼き小籠包希望の店主さんである石黒さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。